5号艇白石武史選手です、はい、輸出おめでとうございます、はい、ありがとうございます。3節連続の輸出ということになりましたが、そうですね、おかげさまでなんとか、はい、輸出できてよかったです。はい、そして今節はワースト期ということでしたが、はい、だいぶ整備苦労されているようでしたけど、うん、そうですね、うん、前傾引いた時から、まあ、ちょっとワーストやって思って不安やったんですけど、はい、まあ、乗った感じ試運転の感じは前傾から悪くなかったんですけど、うん、レース行くとやっぱりあのワースト期のなりのやっぱり力の弱さがレース行くと出てたんで、はい、結構あの大変でした、はい。そして今日の準優勝戦の船足というのはいかがでしたか。はい、そうですね、あの、まあ、日に日にだいぶマシにはなっててなんですけど、西村君と捨てたら西村君の方がだいぶ強かったんで、その辺明日はもう一回ちょっと、うん、もうちょっと出したいです、はい、どのあたりを出していきたい。そうですね、プロペラと、まあ、時間あって乗った感じで本体も点検したいなとは思ってます。はい、そして白石選手、スタートタイミングは今節はいかがですか。そうですね、初日の1走目はちょっと、うん、プロペラも合ってなくて起こしこなかったんですけど、2走目からはまあ入ってるって分かるところで行ってます。はい、なるべくアジャストしたくないとも。そうですね、準優もアジャストなしで全速で行けたんで、明日もそういうスタートを狙っていきたいです。はい、明日5号艇となりましたけど、はい、何か作戦などありますか。そうですね、まあ、5号艇なんで枠主張して、そうですね、まあ、うん、結構まあ伸び型、池足下伸びに関しては試運転ではいいんで、その辺が活かせたらいいと思います。はい、それでは最後にファンの方に一言お願いします。はい、先生、いつも応援の方ありがとうございます。大村大好きなので、最後まで一生懸命走るので応援の方よろしくお願いします。